多分ここら辺早送りになるだろうからね。そうだね、うん、うん、いいのが来るまでね。起きた、起きた、来ます、あ、来た。こんだけ俺身を削ってんのに身を削った。起きた。はい、どうも皆さんこんばんは、モコです。と言いつつも現在画面はマーさん、マーモーの、画面でございますが、お気づきの通り120と、残り120パックとなっております。こちらマーさんが、課金を、割と重課金を、していただいて、これを今回上げていこうぜっていう企画になっております。はい、本編の方、はい、どうぞ。まあ、今回なんでねこんなね暴挙に出たのかっていうとね、うんうん、まあ、動画アップしてる頃には終わっちゃってるかもしんないけど、今その9月の晩餐会セールっていうやつがあって、晩餐会セール、はい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 、これも買っちゃったからちょっと値段わかんないんだけど、この100パックバンドルが、うん、まあ7000円なんだよね。7000円なんだね、うん、課金してる人は結構わかると思うけど、うん、この、まあ、1ガチャだいたい100円するんだよ。はいはいはい、普通だったらね、普通だったらそう、うん、だから、まあ、簡単に、まあ、単純計算で言うとこれ3000円お得なんだよ。はあ、なるほど。それがじゃあ結構今回買った人もまあ多いかもしれない、多いかもしれない、いいセールなんだね、うん、そう、いいセールだって。通常だったらこれ100パック引くってなったら1万円は必要になってくるから、まあ、でかいよね3000円はね、うん、これ3000もう買うしかないでしょと思って。買うしかないよこれ、うん、俺は買わないけどね。でも ここ即ポチったよね。ポチポチって言ったらなんか増えたよね。ポチポチって、なるほどね、増えちゃって、ね、うん、でなんかちょっと余ったからこれ1400円なんだけど、なるほどなるほど、うん、若干感覚が麻痺している感じでよろしいですか。いや、そんなことないよ、普通、そんなことない、うん、通常はそうですか。でまだちょっとこれ買ってないんだけど、どっちの方がいいかな、うん、一応これも、まあ、レジェンダリー、あー、なるほど、うん、最初、まあ、ケーキ漬けにいっとくか、いきますか。あ、ほら、じゃあまだ余ってるし、そうだね、はい、余ってるから、ね、はい、はい、あ、ありがとうございます。ダメージが増えました。ダメージ来とるやん。ダメージ来とるやん。あ、うん、実は俺多分なんだけど、スーパーレジェンドそろそろ手に入るんだよね。はいはい、でかくみたいなのがある。そう、あのね、うん、そう、これスーパーレジェンドって500回には必ず1回出てくるっていう、500分の1。そうなんだ。そうだから、はいはいはい、そう、天井が設けられてて、天井がね、そう、だからまあ簡単に言うと5万ぶっ込めば必ず1個これゲットって手に入るんだよね。なるほど。ちなみにマーさんが一番欲しいのとかってあるの？あのパスのグローブも欲しいけど、まあ、ターミが使うからっていうので、で一番、うん、でうちのメンバーこの3つ持ってんだよね、おサスケが、このミラージュ、プラハ、オクタ、はいはいはい、これ持ってるから、じゃあすごいな、じゃあ消去法でライフラインかレイスってなった時に、まあ、レイスの区内やっぱかっこいいから、いや、かっこいいね、うん、こっからね、まあ、レイスあんま好きじゃないから使わないんだけど。俺は個人的にはやっぱオクタンよく使うから、オクタンのバタフレーナイフが欲しいね、うん、だからまあ出たらこれレイスの区内を開けるっていう感じにしますんで。了解です。はい、よし、じゃあいきます、お願いします。ゴールド確定の、ゴールド確定、輝いております。確定なんでね、10回金でびっくりしたけど、おお、お、フィニッシャー、フィニッシャーいいじゃん、ローバのフィニッシャー。そうだね、フィニッシャーは数が少ないだけあって、うん、確率が低いもんね。いいね。あ、幸先いいぞこれ、いい、ね、幸先いいね、うん、中でも当たりを引いたと、いったね、よし、はい、ガンガンいきましょう。まだまだ長いからね、先が長いからね。まあ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 、ボン、じゃん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 、まあゴールで、ゴールドで止まるかなぐらいだね。そうだね。あ、あ、まあ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 、まあ、持ってるからいいかな、持っていいやつ、なるほどね、うん、俺もまだまだですね、うん、そうだね、オクタン、オクタン的には、あ、まあ、まあ、持ってんだよな、うん、はい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 、まあまあそういうもんだよね、最初はね、うん、はい、じゃん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 、なかなか、うん、多分ここら辺早送りになるだろうからね。そうだね、うん、いいのが来るまでね。起きた、起きた、来ました。
お、青、んー、ピー、うん、ピースキーパーヒア。ピースキーパーヒア。はぁ、あ、なるほどね。まあまあ、でもね、100キル前に出たということで。そうだね。シャードもたまりそうだね。ああそうだね。めっちゃ、うん、おお来た来た。お来た。いいね。うわあ。まあまあまあいいんだけど、まあ。好きなもの買いましょうと。そうだね。ちょうどよいしょよいしょ。なるほど、バーナね。困るわ、しかもミラージュだし。ミラージュだし。だからちょうどいい時に、うん、ちょうどよかった。まだよかったわ。あ、よし、じゃあ、あと100回やっていきましょう。はいはい。伸びてます。余裕で見てて。またここで早送り中なのに、最近俺が気に入っているコースティックのモノマネができるかどうかチャレンジしたいと思います。はい。超コースティックならもっと低く下げられるね。そうだね。通常だったらクリスティックこの前の低く下げさらに低く。投げたね今ね。ギリ足りなかったけど。おエヴァオートのスキン。あのこれこれどうなんですか。いいね、うん、まあこっちは報告なんですけど、うんうん、これあのエヴァあの完走しましたね。あマジ。これ全部開けましたね。やるし。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと、ああ、まあ、うん、そうか、はい。なるほどねっていう感じね。なるほどね。よし。行ってみよう。行ってみよう。二三回断れば。おお、おお、来た。ああなるほど。オルタネーちゃん。はいはいはい。あ待って、オルタネーターももしかしたら。マジ？あちょちょちょ。これまでにもしかしてちょっと課金してる人ですか？あこれまでちょっとやってますよ。あなるほどね。はいはいはい。あと1個だわ。あと1個。あやだな。やだな。よし行こう。行こう。まあ、全然欲しいスキンというか、あスキンは特に、あまあクリプトかな、うん、クリプトだけレジェンドスキンじゃないんだよね。なるほど、なるほど。だから、まあ、クリプト出てきてくれたら嬉しいかな、うん、まあ、これいいじゃん。オクタ、オクタ俺それにしてるかな。あうおお来た来た。いいよ。ダウン。あ、フィニッシャーだ。フィニッシャーだ。やったマジか。あ、いいじゃん。これでも注射器刺すとかね、トラウマだよね、なんか。ね。そう。
ょっと早いんじゃない？早い早い早い。あ、 G7 か。まあ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 、俺が汚え G7 って呼んでるやつ。まあ汚えよな。うん、ちょっと汚え。うん、先っぽの方とか。ちょっとまあベテランが使い古してる感はあるね。うん。もう見た目気にせずに隠れてっていうか。多分。そうだね。はいはい。まあまあまあ出たから。まあ。お、来た。お、あ、来た。あれ、来たじゃん。やった。だ。違うやつがよかったみたいな。あの黒のさ、うんうん、清掃してる感じがあったじゃん。わかるわかる。俺もねこれ出たんだよね。あれの方がかっこいいじゃん。うん、まあまあいいや。よかった。赤赤、うん。目立つな赤。はい。よし。うん。え、で、モーさんの妹が、そう出したから、普通に出したから赤の確率っていくつなのかなって。あれね、マジで 0.00 とか 0.001 倍とかそんな感じだよ。なるほどね。雷に打たれるぐらいかな。マジそう、うん、こんだけ俺身を削ってんのに。身を削った。あ、来た。え、来た来た来た。やったー。身を削ってんのに、じゃあ出してやるよと言わんばかりに来ました。来ました。これが1個要は多分50個ってこと。そう、50個で計150貯まりましたよ。まあ、150で一つのレジェンダリーが開けられるんで、うん、来た。来ましたね。ついに。ついに来たよ。これを、やるぞ、トロフィー。伸びて、スーパーレジェンドアイテム、合成。いいね。はい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 。この画面も初めて見た、俺。俺も初めて。あ、あれ、どこ行ったの？どこ行ったの？どこ行ったの？あ、たたたた。よし。今行っちゃう。行っちゃう？また当てちゃう？もう一回当てちゃえよ、もう一回。よし、もう一回引こう。うん、じゃあ行きます。はい、お願いします。印刷いいねってされるんだよ。あ、そう。あ、来た。ん、こっか。あー、ヘムロック、ヘムロック、パス、パスか。え、またパスじゃねこれ。おい、あー、ナインティナインか。まあいいんじゃない。まあ、うん。えっ、おマジ2連続。おお。違うやつにさ。うん、まあいいよ。よし、じゃあラスト10個。ラスト10個。10連いきます。お願いします。まあ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 。今回ね、一応当たったから。よし。よし。ちょ、詳細見る？詳細。レジェンドの格闘装飾アイテムを使用します。っていうことですね。はいはい。OK。やっちゃいます。あげます。よいしょ。よいしょ。おあ、こういう椅子がついてくるんだ。あ、来たー。セットで取れるんだ。そうそうそう。で、あ、いいね、拳って書いてある。え、このイントロボイスもよく聞かない？ね、よく聞く。あ、これもこれつけてる人はこれ持ってんだ。そうだったんだ。これに関してはもう知らなかったからね。うん。どうする？カジュアル行く？あ、行きますか。
きましょう。あの缶オケのやつ。そうそうそう、あれめっちゃ欲しいんだよね。来ないよね。よしよしよし、見てくれよ。おおー、かっこいい。見てくれよこれ。おお、持ってる。螺旋丸も、螺旋丸も打てる。あ、なにそれ、当たるとそのエフェクトが出る。そう、ピーンって。おお、なるほどね。なんかくるくる回す、めっちゃくるくる回すんだけどさ、どうやってくるくる回してるのか分かんない、うん、あ、かっこいい。俺クレヨン持ってんだ。早速自慢しに。ね、見て見て。僕たちこっち見てくんない。ピン刺した、ピン自分のところ。全然見てくんない。じゃあ俺が上取って、あ、そうだよね、ちょっとさ、うん、あの初めてだからさ、国内がさ、あの武器持ってるエフェクト環境かと思ってさ、あーなるほどね、そう、はいはい、ちょっと早く走りたいなと思った時、ちょっと煩わしいわ。まだ武器持ってんじゃんつって、そう、まだ武器持ってんじゃんってなる。シールド戦、あ、来ているいる。うわー、マジか、びっくりした人。はーい、あ、ミリミリ、クソミリ。俺今ダメしてます。引きます、お願いします。いや、早い早い早い、持ってたか。あー、そこまでか。羨ましいんだけど。え、ちょっといいぞマジで。でもレース、じゃあこれからよく使わないともったいない。いや、あ、でもまあレース使わないかな。おいおい、金持ちの道楽みたいになってるぞ。